大陸軍、大陸軍、大陸軍はアメリカ独立戦争において後にアメリカ合衆国となった13植民地によって編成された軍隊。第二次大陸会議における1775年6月14日の決議に基づいて発足し、グレートブリテン王国の支配に対して反乱を起こした13植民地の軍事行動について連携を図ることを目的とした。 日本の歴史教科書では単に独立軍と表記するものもある。大陸軍は各植民地の配下に留まった民兵組織や独立の民兵集団などによって保管されていた。独立戦争の全期間を通じてジョージ・ワシントンが総司令官を務めた。パリ公和条約締結による終戦後の1783年11月3日、ほとんどの大陸軍部隊は解散した。 1784年6月3日の大陸会議の決議によって小さな地域軍隊がウェストポイントといくつかの辺境の全焼基地にされた。第一連隊と第二連隊は1792年にアンソニー・ウェイン将軍のもとに編成されたの帰還兵力となり、1796年に発足したアメリカ陸軍の基礎となった。1775年4月に 歴史にトンコンコードの戦いでアメリカ独立戦争が始まった時アメリカ植民地の独立推進派勢力には軍隊がなかったそれ以前の各植民地は地方の防衛のために一時的な市民兵からなる民兵隊に頼るかフレンチ・インディアン戦争参戦のような特別の目的で一時的植民地連隊を立ち上げるかだった独立戦争につながる 数年間でイギリスとの緊張関係が高まった時に、アメリカ植民地人は、将来の構想に備えて、民兵隊を結成し始めた。1774年に大型がた法が成立した、あとは民兵隊を訓練する機会が増した。リチャード・ヘンリー・リーのような植民地人は、植民地全体にわたる民兵隊の創設を提案したが、第一次大陸会議はこの考えを拒否した。 民兵隊は完全に数が足りていなかった。歴史にトンコンコードの戦い後、ニューイングランド中から数千の民兵がイギリス軍に対抗するために集まりストン包囲戦を始めた。4月23日、マサチューセッツ湾植民地議会が26個中隊からなる植民地軍の立ち上げを承認し、そのすぐ後にはニューハンプシャー、ロードアイランド及び コネチカットの各植民地から類似してるが小規模の軍隊が立ち上げられた。6月14日、第二次大陸会議が植民地共通の防衛のために大陸軍を設立することを決議した。住人の連合した植民地、この時点ではジョージアがまだ会議の代を送っていなかったとして、大陸会議はマサチューセッツのボストン郊外ケンブリッジにすでにあった軍隊。 二万二千名とニューヨークにあった軍隊五千名を大陸軍の最初の部隊に公認した。また、警譜表連隊として使うために、ペンシルベニア、メリーランド及びバージニアの各植民地から一年間徴兵のライフル、狙撃兵十個中隊も立ち上げ、これが後の1776年に大陸第一連隊となった。6月15日、大陸会議は全会一致で、 ジョージ・ワシントンを最高司令官に選んだ。彼は必要経費を除いて、無償でその役割を引き受けた。四人の少将、アートマス・ウォード、チャールズ・リー、フィリップ・スカイラー、イズラエル・パットナムと八人の准将、セスポメロイ、リチャード・モント・ゴメリー、デイビッド・ウースター、ウィリアム・ヒース、ジョセフ・スペンサー、ジョン・トーマス、ジョン・サリバン、ナサニエル・グリーンが数日のうちに指名された。 ウォードとヒースはマサチューセッツ民兵の出であり、すでにケンブリッジ中東軍に在籍していた。ポメロイは指名を辞退し、その後は埋められないままになった。大陸会議は独立した主権国家の立法府として徐々に責任を引き受け、政策を出していたので、大陸軍の役割は相応の議論の対象となった。アメリカ植民地人の間には常備軍を維持することに、 一般的な嫌悪感があった。一方で、イギリスとの戦争遂行には、近代的な軍隊の規律と組織を必要としていた。その結果、軍隊はいくつかの明白な段階を経て、部隊の公式な解体と再編成によりその性格を与えられた。大陸軍の兵士はこの軍隊への従軍を志願した、給与はあった市民であり、独立戦争の様々な段階でその標準的。 徴兵期間は一年間から三年間だった。戦争初期は大陸軍が高級的な軍隊に代わること大陸会議が恐れたので短期間だった。総勢は一万七千名以上に達することはなかった。特に千七百七十六年から千七百七十七年にかけての冬などは兵士の出入りが常に問題となり徴兵期間を長くすることが認められた。大まかに言って、 大陸軍はいくつかの連続的な変化を経ている。大陸軍の正規兵のほかに、個々の植民地、国によって組織化され、予算も付けられた民兵組織があり、戦闘にも参加した。時には民兵の部隊が大陸軍と離れて行動することもあったが、多くは大陸軍が作戦を実行するときの支援や増援であった。民兵は撤退が早すぎるという評判があった。 カウペンスの戦いではこのことを逆手にとってうまく戦略に結びつけた。兵士への給与、食料、宿泊設備、並走、兵器などの装備に対する財政的な責任は各方にその部隊の設立ともども割り当てられた。各方はこの義務を果たすやり方が異なっていた。戦争中は財政を保つことや兵士の士気を保つことが常に問題であった。 このことで、兵士たちには、低い給与、腐った、食料、重労働、寒い時も暑い時も、お粗末な兵装と宿泊設備、厳しい訓練及び負傷、または戦死する高い確率を課すことになった。1775年6月、ボストン包囲戦中に、大陸軍がケンブリッジで結成された時、およその戦力は、 ニューイングランドの1万4千名から1万6千名と見られている。脱走などがあって、実際の戦力は1万1名程度であった。可能性もある。ワシントンの到着までは、アートマス、ウォードの指揮下にあり、ジョン・トーマスが副隊長、リチャード・グリドリーが砲兵隊長と技師長を兼ねていた。ボストンのイギリス軍は、援軍が到着してその数を増していた。その数は、 1> 約1万名であった。5月遅くには、ウィリアム・ハウ、ヘンリー・クリントン、ジョン・バーゴインの3将軍が到着して、トマス・ゲージ将軍と合流し、反逆者たちを追い払う計画を立て始めた。実戦経験のあるこれら将軍やイギリス海軍の数隻の戦列艦を指揮するサミュエル・グリブス・提督の存在に意を強くしたゲージは、戒厳令を発して、大陸軍と、 その支持者たちを反逆者と決めつけ、憲法を犯す者として求断する宣言を行った。大陸軍や大陸会議への忠誠を放棄し、イギリス側についた者には、恩赦が提案されたが、大陸会議のサミエル・アダムズや、ジョン・ハンコックの二人だけは、大逆罪で指名手配されていた。この宣言は、大陸会議と大陸軍の決意をさらに強固なものにするために、役だったに過ぎなかった。 1776年3月、大陸軍がボストンを見下ろす高地に大砲を運び上げたことで、イギリス軍がボストン市から撤退した後、大陸軍はニューヨークに移動した。それに続く5年間、大陸軍とイギリス軍はニューヨーク、ニュージャージー、ペンシルベニアで作戦行動を続けた。これらの作戦行動には、トレントン、プリンストン、ブランディワイン、ジャーマンタウン、 モリスタウンなどの特筆すべき戦闘が含まれている。大陸軍は人種的には差別をなくしており、このような状態が再現されたのは朝鮮戦争の時までなかった。アフリカ系アメリカ人の奴隷はニューイングランドでの従軍と引き換えに自由を約束さ北部方面軍の5分の1にまでなった。大陸軍は常に乏しい兵団、不適切な訓練。 短期間の兵役、国間の摩擦、そして大陸会議の確保に対する食料、金、物資を賄うように指導する力の不足に悩まされ続けた。当初、兵士の兵役含む期間は1年であり、多くは愛国心に動機づけられていた。しかし、戦争が長引くにつれて、報奨金やその他の刺激策がより必要になった。 戦争の後半には二つの大きな反乱が起こり、主力部隊のうちのに部隊の信頼性をひどく損なうことになった。また常に規律不足の問題に付きまとわれた。大陸軍は試行錯誤の末に、多くは人命を犠牲に、実効性と成功率を高めた。ワシントン将軍と他の結出した士官たちが結束を固めるための有益な指導者となり、戦争の八年間を通じて学び、 適用し、規律を保っていった。1777年から1778年に変えての冬は、プロイセン出身のストイベン男爵が加わり、大陸軍を訓練して大きくその能力が改善されたバレージの冬として知られる。ワシントンは軍隊を常に一時的な手段として見ており、第二次大陸会議と同様に軍隊の 文民統制を心がけたが、その実行方法については、小さな意見の不一致があった。戦争末期、大陸軍は、フランスのロシャンボー将軍指揮下の遠征隊と、フランス海軍のバラス帝徳指揮下の戦隊によって補強され、1781年の晩下には、主力部隊がバージニアに南下して、フランスのグス帝徳配下の西インド諸島艦隊と合流した。これが、 ヨークタウン包囲戦につながり、チェサピーク湾の海戦での勝利と、イギリス南部方面軍の降伏という結果を生んだ。これによって、アメリカ大陸での戦いは終わりを告げ、2年後のパリコーア条約締結とその効力が有効となるまで、大陸軍はニューヨークのイギリス北部方面軍を封じ込めるために、ニューヨーク近郷に行って駐屯した。その後は、大陸以外の場所で、 イギリスとフランス及びその同盟軍の間の戦いが続いた。戦後は小さな地域軍隊がウエストポイントといくつかの辺境の全哨基地に残された。1784年6月3日、大陸会議を引き継いだ連合会議がアメリカ陸軍の創設を決議した。平時軍隊への移行計画はアレクサンダー・ハミルトンが議長を務めた。 連合会議委員会の要請で1783年4月に始まっていた。5月2日に大陸軍の公式見解を提出する前に総司令官ワシントンが重要な主官とこの問題を検討した。ここで重要なことは主幹たちの間に軍隊の基本的枠組みについて広い同意があったことだった。ワシントンの提案は4つの構成要素を作ることだった。 すなわち小さな正規軍、均一に訓練され組織された民兵隊、武器庫のシステム、及び砲兵と砲兵士官を教育する士官学校だった。彼の提案した連隊組織は大陸軍のやり方を踏襲したが、有事の場合には増強される決まりがあった。ワシントンは戦争が始まった時はまず民兵が国の安全保障の役割を果たし、 1775年と1776年にやったように正規軍がこれを引き継ぐ形を期待した。ストイベント、フランス出身の士官、デュポーテールも自分たちの提案を連合会議での検討を求めて提出した。連合会議は平時軍隊の設立を決断することについて5月12日に 断ったが、イギリス軍が、ニューヨーク市と辺境の基地いくつかを明け渡すまで、いくらかの軍隊を残しておく、必要性には、注意を向けた。大議員たちは、ワシントンに固定機関で徴兵した兵士を一時的な、守備隊として、使うよう告げた。ベストポイントからのこのような兵士の派遣部隊が11月25日に、何事もなく、ニューヨーク市を再占領し、しかし、7月に、 ストイベンがイギリスのフレデリック・ハルディマンド少将と交渉していた、返境取りでの明け渡しについては破断になり、イギリス軍は1790年代に入るまで、その支配を続けた。この不成功の他に、残っていた大半の不評の徴兵期間が1784年6月までに切れることを認識したワシントンは、平時の指揮官として選んでいたヘンリー・ノックスに、 冬が来る前に500名の不評と100名の砲兵を残して他は除退させるよう命じた。不評はマサチューセッツ州出身のヘンリー・ジャクソン大佐の下にジャクソンの大陸連隊として再編成された。ジョン・ドーティの下のニューヨーク兵からなる一個、砲兵中隊は大陸軍第二砲兵連隊の残りからできていた。1783年10月18日。 連合会議はワシントンの削減案を承認する声明を発表した。11月2日、ワシントンが解雇される兵士たちに向けて全国に配布されるフィラデルフィアの新聞紙上に軍隊への送別式辞を掲載させた。この式辞でワシントンは主官や兵士たちにその支援について感謝し、我々の弱い立場における神の唯一の干渉は、 ほとんど無頓着なものの注意をも逃れられないようなものだ。8年間という間にほとんどあらゆる苦しみと挫折を通じてあったアメリカ合衆国の軍隊の比類ない忍耐力は絶え間ない奇跡も同然だった。と思い出させた。ワシントンはあらゆる植民地出身の兵士を一つの兄弟たちの愛国的部隊に溶け合わしたことは大きな成果であると考え、 文民生活においても退役兵たちがその献身を続けてくれるよう依頼した。ワシントンは12月4日にニューヨーク市フロンセスタバーンで残っていた士官たちに別れを告げた。12月23日、ワシントンは当時アナポリスで開催されていた連合会議に出席し、総司令官としての任務を返上した。私は今与えられていた仕事を成し遂げ意外な。 戦場から引退する。先の8月には、その命令のもとに、私が長い間行動してきた軍隊に、干渉的な別れを告げ、ここに、私の任務を返し、公的生活のあらゆる役職から休暇を取ることを申し出る。と告げた。連合会議は9月3日に調印された最終的な和平条約を1784年1月14日に、批准することで、 アメリカ独立層を終わらせた。連合会議は1783年10月に、サイドワシントンの平時軍隊の概念を拒んでいた。重要的な大議員が予定される軍隊の大きさを1個、方兵大隊と3個不評大隊に減らす大案を1784年4月に提案したとき、連合会議はこれも拒んだ。これには、ニューヨーク州が、マサチューセッツ州出身で残っていた兵士が、 両州の間の土地問題で、マサチューセッツ州側に着くことを恐れたのも一部の原因だった。350名の兵士を残し、新たに700名を徴兵する別の提案も成功しなかった。6月2日、連合会議は、ピットトリでの管理人25名とウェストポイントの55名を除き、残っていた兵士全員を除退させる命令を出した。翌6月3日、 全ての関係者に受け入れられる、平時軍隊を創設した。その創設計画では4つの州に700名の兵士を1年間任務で、徴兵することを求めていた。連合会議は、陸軍長官にその軍隊を八個不評中隊と2個、公兵中隊に編成するよう指示した。260名を割り当てられたペンシルベニア州は、上級士官となる中佐を指名する権限を与えられた。 ニューヨーク州とコネチカット州は、それぞれ165名を徴兵し、少佐を一人指名した。残り110名は、ニュージャージー州に割り当てられた。経済性が、この提案のモットーであり、各少佐は、中隊長となり、将校は、従軍牧師、軍医及び、軍医助手の仕事を除いて、あらゆる補佐的任務を果たした。助裁はハーマーの下で、 アメリカ第一連隊がゆるりと編成され新しい正規軍の不評連隊として高級的な位置づけになった。アメリカ第一連隊の決闘は現在アメリカ第三不評連隊に引き継がれている。この小さな平時正規軍は大陸軍の古参兵に指導され、その後の10年間で次第に拡張された。大陸軍の規則、規制及び伝統を継承していた。ストイベンの ブルーブックは正規兵及びほとんどの州の民兵隊の公式マニュアルとして残り、1835年にウィンフィールド・スコットが1791年、フランス軍規定をアメリカ用に採用するまで続いた。1794年のフォールンティンバーズの戦いでは、アンソニー・ウェイン少将がジョン・サリバンの色濃い族に対する1779年遠征で、 使われた荒野での作戦展開手法を採用した。元大陸軍病を民兵隊に統合したことは、1792年に全国的民兵法が成立したことと合わせて、古参兵が年を取るまでその制度の軍隊としての反応性を改善した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。